今回は、推しの子 VS 地獄楽に対する解説と、ネットの反応をお届けします。日本のアニメに対する海外の人気や期待度をランク付けする複数のサイトで、推しの子と地獄楽に対する人気が高まっているね。評価対象となる数字が少なかったりと、若干偏ったランキングではあるものの、この2作の海外評価の高さは間違いなさそうだね。地獄楽は忍者人気が高いからわかるとしても、推しの子の海外人気はちょっと読めないね。ラブコメは海外人気が高いと言われてるけど、推しの子はラブコメじゃないしね。どちらも第1話のインパクトは大きかったし、鬼滅超えと言われるのも不思議はないよね。というわけで、この件についての日本のネット民の反応をお届けします。さすが海外は見る目ある。今期は地獄楽が圧倒的だわ。暗黒大陸に行ったハンターハンター感あるよな。めっちゃ面白い。そりゃ話の出来が良いもの。初めの方だけだったけど、最初は面白かったけど最後の方はグダグダだったよ。これ山田が2位のランキングとか価値ある。外国人好きそうよな。ただ2位が山田くんなの信頼できるんか。山田くん2位とか嘘やろ。山田くんなんて海外だと人気あるんや。山田はタイトルで勝った感じあるね。どうせこの後グダグダな恋愛ものになるだけだから、そこからの評価がどうなるか。言うて外国人も天使様みたいのが好きなんやし、山田もウケるやろ。地獄楽は確かに面白い。敵が強すぎる感じも鬼滅の刃っぽい。そらテレ東キモエリアからな。こけたら赤っ端じや。外国人忍者好きすぎるだろ。まあ、海外は侍とか忍者とか出てくるアニメには大体評価甘いからな。死刑囚がバトルロワイヤルすると思ったらもう半分ぐらい脱落して草。人材との戦いがメインになるのか。これよ、原作未読やけどなんか思ってたのと違ったわ。眼帯野郎、下り顔でセリフ多かった割にあっけなかったな。ウケる。あの眼帯の人は超キャラ感あったからこんなあっさり死ぬとは思わなかったわ。エージェント殿は人気実力ナンバーワンで、山田序列1位の実闘士候補やぞ。こんなマハラタウンみたいなところで死ぬわけないやん。そりゃそうよ、サギリちゃんも信頼してる眼帯の人は山田で最強だからね。俺好みの山田が一人いたな。サンアイコーもいるかな。お前の好きな山田なんて全然大したことない山田だよ。俺の推し山田こそ最高の山田。女だとサギリさんしかいないんじゃ。黒髪長髪でしょ。確かにサギリちゃんより可愛いもんね。なんで無罪方面になりたいんや。あんなに強いなら普通に逃げればよくね。5年罪状、幕府の公認を得た免罪符だから忍びの里も手を出せなくなる。ガビマルのセリフがすごく現代っぽく感じてしまう。セリフの中に、ラッキーっていうのがあったんだが、監督は何やってるんだよ。いつもあったよね。すごい違和感あったんだが、やはり同じことを思ってる人がいた。現代を吹き替え版を見てるんだぞ。そもそもあの時代の言語そのままで喋られたら何言ってるかほとんどわからんからな。ラッキーくらいでいちいち突っ込んで足らないとプールで発狂するぞ。激ヤバとか言ってるんだから今のうちに慣れとけ。速攻でありきたりなバトルものになるからな。これ最初の絶望感あるとこは面白いんだけどな。急に属性とか言い始めたり、敵が小物になりだしたり、中盤からつまらなくなる。ダオが出てきてからは読まんくていいで。ダオまでは必要、属性バトルがいらない。前半はウェブ漫画にありがちなグロ系のデスゲームっぽい雰囲気、後半はジャンプにありがちな属性バトル漫画。原作終わり方そんな残念なん。終わり方は悪くないで。ストーリー自体にそんなおかしなとこはないし、広げた風呂敷畳んで綺麗に終わってる。ただ途中で出てくる御用属性バトルがほんまに死ぬほどつまらんから、バトルに期待できなくなるだけや。属性バトルになった途端につまらなくなって悲しかったな。属性が合わないから攻撃が効かないとか、マジつまんね。出落ち漫画やからな。一期は面白いところやから高評価されるやろうけど、二期に相当するあたりからつまらなくなるから。推しの子だって一話がピークなんでしょ。同じようなもんじゃん。で、MV 再生数は？推しの子は4日で1500万再生だけど？なんで推しの子こんな人気あるの？いろんなレビュー見た感じだと、ヒルドラや少女漫画的構文が女さんに受けた。男からの人気はあんまない。最初はマジで面白い。まあ海外の漫画未読人画面もの絵の良さと原作赤坂赤で期待を膨らませる気持ちはようわかるけどな。マジで覇権取りそう。オープニングも夜遊びだしすごいわ。原作は今でも十分に面白いと思うよ。1話を見て思ったけど、アニメは完結までやるだろうな。アニオリで先の展開を見据えた改編も入れてるしね。ふた開けたらクソしょうもない転生アニメでがっかりしたやつ死ぬほど襲う。前がそうやし、割とサスペンスするからもうちょい見ようや。内容が横やり面を作品だもん。絵はよりさんの頃から好きなんだけどな。チェーンソーと一緒の流れになるのが見えるわ。まあ言いたいことはわかる。チェーンソーとはジャンル違うやん。
全部関係ないねん。ティザーとかけては目が止まるけど、いざ始まったらつまらんなーって意見出て終わりや。主題歌が有名アーティストだからバズってるのも転送みたいなもんやな。数字見ても配信も円盤も全然跳ねてる感じじゃないし。だから何回も言うてるやん。まず設定が一般向けしないよって。第二のチェンソーマンになるよって。チェンソーにはならんと思うわ。めちゃくちゃ丁寧に作っとるし少なくとも原作ファンを敵に回すことはない。1話見たけどなんであんなに持ち上げられてるかわからんかったわ。作画もズバ抜けてすごい感じでもないし。この後の展開は気になるけど。夜遊びがすごいんやろ結局。ゴリ押しされてる割に面白くなさそう。序盤はおもろいからな。最初は面白かった。あとは読み手の信者性で保ってる。漫画は昔からそういうとこあるけど、最初さえつかめばあとはどれだけつまらん展開でも惰性でコミックス売れるからな。世の中案外スパッと見切りつけられる人が少ないんやろ。犯人探しのミステリーになるもんだと思ってたら全然違って慣れた。謎にアンチが多い作品。キャラに熱心なアンチいるから怖いわ。何を借り立てられてるんやろ。推しの子はかぐや様超えればバンバン罪だろう。実写化もしやすいし。もう内部では決まってそう。集英社はアッタージュでできなかったことを全て推しの子でやるつもりやと思う。アッタージュで余った着て回しとるのはあるかもしれんな。アッタージュでポシャった企画めちゃくちゃあるやろな。ホリプロの大規模舞台オーディションなんか序の口やろ。ワーナーブラザーズも絡んでたんか。誰が夜なぎ系になってたか気になる。推しの子理論やと純粋な主演オーディションなんか存在しないとかなんとか。うん。とはいえやっぱり鬼滅は強すぎる。ナンジーデスノーの主題歌が1日で100万再生やぞ。推しの子は1700万再生です。小村は2億です。公開して数日で1700万やと普通に2億個すんちゃうの。それはこれからやね。アドの新時代で 1.2 億や。推しの子はこっから失速確定やから絶対に無理。点数、ワンピ、アドでやっとそれか。やっぱ鬼滅のレベル違うな。地獄楽人気なのはなんとなく分かってたけど僕ヤバが反応なしで死んでるな。僕ヤバトレンド入ったりもしてるけどあんまりゴリ押されてないからな。まああった書店やしな。つまらなくはないけど、今のところヒロインがただお菓子つってるだけのやべえやつだから美少女と中人家の対比になってない。1話で原作の4話分消化してるから、わずか3話で山田に片思い自覚するところまで来てる。テンポが良くてストレスなく見れてよい。最後に話題持ってくのは僕ヤバだと思ってる。まだチェンソーマンの話題が出てくるところが、みんな相当トラウマになってるみたいだね。結局、海外人気では、地獄楽、と、推しの子、が鬼滅に対抗する派遣候補と考えていいのかな？水星の魔女、に対する評価がちょっと低くない？続編だから多少評価が厳しくなるのは否めないけど、今ちょっと展開が複雑でついていけない部分も多いよね。やっと本格的な戦闘が始まったのはいいけど、人物の関係がちょっとややこしくて話に入りづらいのはあるかもね。スレッタが覚醒しかけてる段階だから、今後の展開次第ではまた話題の中心になると思うけどね。皆さんはどう思われましたか？コメントでご意見を寄せください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。